高須克也委員長、告訴状完成なう。本日、高須委員長がツイッターにて、このような写真とともに、告訴状完成なうと発言をいたしました。こちら、高須委員長が丸山穂高さんの発言について、意見を述べたところ、それに対し小西博之さんが、高須委員長は CM に出ない方がいいと。 BPO や国会で訴えると主張。そういった恫喝に対し、高須委員長は威力4妨害であると、刑事告訴を検討しております。高須委員長には、こういった小西さんによる国会議員による圧力に負けないようにしていただき、このような言論弾圧が、恫喝が繰り返されないように、厳しく、 対応していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました